遺跡を確認するための敷屈トレンチ考古学におけるトレンチとは遺跡の有無や遺構の分布状況を迅速かつ安価に把握して発掘調査や遺跡の性質を判断するために掘られる溝のことを言い敷屈調査の方法の一つである具体的には表面の工作度などを除去するために掘られる溝であるもともと、トレンチとは残酷という意味での溝のことを指す また地質学において必要に応じて地震や活断層の履歴を知るために掘削する溝のこともトレンチという。トレンチは遺跡の範囲において調査しない範囲を残しつつ一定の幅で平行に設定されたり古墳などの調査では縦断するように設定されることがある。多く見られるのが幅2メートルや1メートルのトレンチである。近年では 油圧ショベルなどの掘削機が氷土を剥がすために用いられ、遺構あるいは自然にできた風倒木根などの孔を短時間に検出することができ、限られた範囲で遺跡の状況を把握するために活用されている。一方、場合によっては遺構が全く検出されないこともある。トレンチによる試屈調査の結果は本格的な調査を行った場合に、 どの範囲まで調査すべきなのか、現に調査を行っている遺跡は、どのくらいの重要性を持つのか判断する材料になる。トレンチは、その位置、長さ、大きさ、設定する方向を任意に定めることができるという利点があり、狙ったところへ一本入れることにより、その遺跡の性格についての仮説の是非や、調査の戦略を立てる上で、大きな効果を期待できる。 つまり、期待した遺構、遺物が検出される場合もあれば、全く遺構が検出されないというのも、調査の戦略上大きな成果として期待できる。トレンチを用いた、敷屈調査は、開発業者のために、遺跡の価値や、遺跡の全体的な規模を判断するための、サンプル調査という意味合いで行われることが多く、遺跡の保護につながるのかという議論がある。また、 トレンチの配置やトレンチによるわずかな表土除去、例えば5%ほど表土を剥がしただけで遺跡の全貌がわかるのか、遺跡を残した先人たちの活動がどのように行われたのかということが、トレンチによる死屈調査によって正確に把握できるのかどうか、開発行為は埋蔵文化財を永久に破壊する行為であり、死屈調査の精度がどれだけ信用できるかといった議論は、 埋蔵文化財の保護という観点から世界的に重大な問題であると言える。考古学の研究においてある仮説が誤ったものであるかどうかということさえ証明できないような重大な失敗の数がどれほどの量になるかを見積もることは困難である。しかし発掘調査期間中に過去の先人たちの活動について 相対的で、限られた範囲でしか遡って再現できないとは、言っても、ある程度の判断の材料になり得るのは確かである。日本では、1975年の文化財、保護法改正に伴い、埋蔵文化財放送地の周知について、いわゆる努力義務規定が定められた。これは、事実上の私屈調査の省令であり、遺跡を全面的に法案に区分する。 グリッド法に併用してトレンチが効率的な私屈調査のために活用された。移行が確認されるかどうかわからない場所についてはトレンチ法が効率的であるためバック法を用いてトレンチを掘り狙った場所に移行がないことを確認して短い場合は数時間または数十分で迅速に処理する私屈調査が全国的に行われるようになった。 死屈調査については、国庫補助制度が80年代から設けられて、各自治体の教育委員会から補助事業で行った死屈調査と一部の発掘調査について、市内遺跡、町内遺跡などの名前を冠した発掘報告書が刊行されるようになった。このことは、市町村教育委員会に対し死屈、発掘調査を半ば義務づけることになり、 開発者側に対する埋蔵文化財、発掘届提出の義務と連動して、埋蔵文化財行政をシステム化することにつながった。イギリスでは、トレンチによる、私屈調査の結果は、開発に先立って行われる、あらゆる考古学、言い換えれば、遺跡の調査に関する作業に、必須の情報を提供するものとして位置づけられている。イギリスで、開発の前に、 トレンチによる、私屈調査を行うことは、1990年の、サッチャー政権時代に定められた、PPG-16 と、外郭公共団体であるブリティッシュ・ハリタゲの出している、マップにとして知られる手引き書のマネージメントオブ、アルケオロジカル・プロジェクツによって、法的に明文化されている。封筒木、根または、ただ単に、封筒木と呼ばれる。 何らかの形で自然に倒れた木の痕跡と思われるものがどこ上に地山に残っているもののことを言う。通常は不定型であり何らかの理由で流れ込んだ土器片などを伴うこともある。発掘現場においては意向と判別すべきかどうか判断に迷う子が数多く検出される場合があるが、性格が判断された場合に命名がなされ、 調査が必要とみなされない行は、移行とは取り扱われない。当時では、第57条の4、現在では、第95条の規定である。2005年の大改正で条文の繰り下げが行われた。これらの報告書では、バックホートトレンチの写真が大写しになっていることが、多いが、それは補助金の成果品であることによる。旧第57条の2、 現行第93条の通称、工事の届出と呼ばれるものである。プラニングポリシーガイダンス16アーキオロジープラニングの略称。1989年にロンドンにおいて起こったエリザベス一世時代のローズ劇場の保存運動を契機にして1990年11月に定められた考古学調査におけるガイドライン。詳細は WEN。 ppg16 及び w,en, ザローズを参照。ノンディパートメンタル、パブリックボディの翻訳語の一つで、特殊法人の情報公開の制度化に関する研究会、特殊法人の情報公開の制度化に関する調査研究、機関行政管理研究第83号、1998.9で用いられている訳語。建設省建設研究センターによる、 政策評価用語集2006.6では、非象徴公的機関と訳されている。参考、執筆者の主役である。執筆者の主役である。ありがとうございます。